さあティップオフです。まずファーストポゼッションは赤のユニフォーム、画面ショットクロック残り3秒、トレイ・ポーター、ゲーム1では22得点を挙げました。さあウッドベリー復活の1本なるか、決まった、スリーポイント。連敗を止めて、そしてホームでの連勝を伸ばせるか。アーロン・ホワイトのダンクが決まりました。ショットクロック残り3秒、ウッドベリースリーポイント、今日2本目。川島自ら入れていきました。川島から谷、先ほどはスリーも決めました。これも決めてくるうまさがあります。佐竹のアリウープがありました。スリーできた、決まりました。さあ久竹ドライブでいきましたが、神里フェイクを入れて石橋のスリーポイント、決まった。これが見えない力なんです。神里、山本翔太、決まった、今日4本目。後半だけで3本のスリーポイント、石橋もスリーポイントがあります。神里キックアウト、石橋、決まった。アーロン・ホワイト、ショットクロック残り5秒、ウッドベリーバンクショット決まりました。エンドワン、長嶋スピードもあります。ウッドベリーゴールした、決まってエンドワン。大きな大きなディフェンス力、ボルターズレッド、そしてジャメール・マクリーン、ボサンドダンク。神里ショットクロックは残り5秒、ジャメール・マクリーンボールをキープします。試合終了です。熊本ボルターズ対神戸ストークス。